オードリーのオールナイトニッポン。最近ありがたいことにね、CM の撮影やってましたね、時期的に。ありがたい話ですよ。俺なんかほんとショーパブの U ですからね、ただのショーパブの U ですよ。U ではないでしょ。そんなショーパブの U がさ。U じゃないよ。うるせえな、お前。足ばっか引っ張ってきやがってよ。いや、おかしなことおっしゃってるから。ね、お前が言わないからだろ。前から言いたかったんだよ。え、ショーパブで言うとか言った方がいいってこと？そうだよ。おかしなこと言った方がいいってこと？お前がもっとおかしなこと言え。だから俺がおかしなこと言わなきゃいけない。俺だっておかしなこと言いたくないよ。こんなみんなが聞いているところで。お前がおかしなこと言わないから俺がおかしなこと言ってんだよ。代わりに？うん。まあ、それはすまなかったね。申し訳なかった。二人ともおかしなこと言わないラジオなんてお前、あの人たちのラジオじゃねえんだから、できねえそんなことよ。誰なんだ、ね、誰なんだ、あの人たち。うん、まあ、ちょっと落ち着きましょうよ。うん、で、まあ、そんなショーパブの U の俺がさ、うん、言うてやるけどね。うるせえな。いやいや、それ違うからさ。いくらなんでも、うん、まあ、こんな風な感じの俺を CM に使ってくれるわけですよね。ありがたいよね。ありがたいぞ、もう感謝しかないよ、それね。で、最近気づいたことなんですけども、その俺がやらせてもらう役がですね、冴えないサラリーマンの役が多いというか、冴えないサラリーマンの役しかないかなみたいな。あ、確かに、ね、あんまり言いにくいよ、 CM の話だからね。だいたいね、春日とやった TS キュービックカードぐらい俺がね、本当にイケメンとして映してくれてる。イケメンとして映る。イケメンでもないけどね。お前ほんと失礼なやつだな、俺のことを面と向かってイケメンじゃないなんて。いやいや、若林さんそう言うからさ、ご自身がおっしゃるほどじゃないですよっていうことでね。いや、それでね、撮ってて、まあ、三菱のね、CM、バランスボールにね、俺が乗ってバランス取ってたら、うわーっつって後ろに落ちたりとか、お前何笑ってんだ、お前ぶっ飛ばすぞー。いや、それは笑っていいでしょ。はーい、うん、ぶっ飛ばすぞー。いや、そんな遠くにね、なんで川の向こうにいるんだよ。で、あとはさ、犬の散歩から帰ってきたらさ、お風呂、お風呂、バブルのお風呂、つってさ、先にお風呂入られちゃっててさ、犬の足跡が顔に二つついてるって、何笑ってんだお前、ぶっ飛ばすぞー。いや、そんな、遠くにないんだよ。待ってろよーって言うんだよ。そんな遠くにないんだよね。それで競輪のね、CM もね、やらせてもらってるんですけどね、だいたい俺が振られたりね、何かが仕事ができなくて、あ、英語がわからないとか、振られて、やっぱり、かっこいい男がモテるのかっつったら、下を向くな若林って言われたりして、俺がこう競輪を見ることで、お、燃えてきたぞーっていうね。ジャンプするっていうね。何笑ってんだお前は。あ、ぶっ飛ばすぞー。絶対逃げ切れるわ、それ。絶対大丈夫だ。待ってねえし、絶対待ってないし、その場で。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。あ、ぶっ飛ばすぞー。